さあやっていきましょう。ちょっとね、音声がミュートだったらしいのでやり直しになります、今回は。というのも、録画した映像データもう動画は作ったということで消してしまいましてね。というわけで、ちょっとここだけは2回目になります。という、まあ元々2回目ですけどね、ついさっきやったのもう1回って感じです。危ない、この未来は見たぜ。今の攻撃は またビジョンを見ずに今の攻撃を。どこまで強く王などを発生させられるとは、やはり貴様は危険な存在だ。ガード、もうやめて。ガードさんはどこまでエギルから知識をもらったんだろう。目を覚まして。無駄だ、あいつは完全にエギルの支配下に置かれている。バニアがそう言ってたじゃねえか。そんなの私は信じない。お願いガード、私の声に応えて。さあガードは答えてくれません。戦闘でいきましょうか。レベルは68、そんなに高くないです。ブロージャギいって、これ1回目の時もこれ全気絶入るんですよね。これ辛いんだよな。でガドさんなんで棒立ちなんだろうな。これ完全にあの音声ミュート回と全く同じ状態ですよ。じゃ横から失礼しちゃって、おっと弾かれてる、弾かれましたね今。とりあえずラインちょっと、ライン押し、さっき一瞬弾かれたから何事かと思ったけど特に何もないよね。ラインさんの攻撃が入った。今のうちに横から失礼して、まだすぐこっち来ない。シャドウアイを使いたい。これはイベント戦だったはずだったらここで一気に決着をね。あれシャドウアイつけたのにな。お、よしケツを向けたぞこっちに。まずい、気絶してるんでちょっと起こしに行きます。一戦目より苦戦してるね。さあ次はブロージャギーは死か、死ぬのか。ここは早手ですね。ライン近くに来ないでね。あ、こっち来ちゃう、急いでこっち。え、こっち見ろこっち見ろこっち見ろ、マジかよ、あっち行っちゃったよ結局。ラインくん、でもラインだけでよかった。カルナも当たってたらやばかったかもね。今回はまだ使いません、ゲージもったいないですね。2戦目に置いておきます。分かってたらね、温存安定です。さて次はレーザーバレット、エーテル技。うえー、こんな強い技あったのかよお前。おっと、これバックスラッシュ、よし、これでイベント OK 終了。斬新な止め方ですよ。さあウエスト細マッチョさん、恋人を手にかけるのかよ。結婚の約束もしたんじゃなかったのか。知らんな、知ったところで俺は変わらん。嘘よ、あなたは私やジュジュをいつも守ってくれていた。あなたはこんなことをする人じゃない。知らんと言った。俺はエギル様の悲願を果たすためこの鉄の体を授かったのだからな。カルナさんもあれだよね、この体はガドが絡むと冷静じゃないってところがね、依存しているところがなんか存分に出てる感じあるね。ここで体も心さえも強がってんじゃねえ。フィオルンだって元に戻ったんだ。てめえの心だってどっかで痛がってるはずだ。少子なら本気でとどめさせてみろよカルナによ。さっきから当たってねえじゃねえか。自慢じゃなかったのか射撃が。結構当たってたよ。そのポンコツボディの中に入ってなまっちまったってか。え、減らず口が。
じゃ本気になれねえってのに。容赦ないね。さすがはコロニー6のガードだけど、カルナに対しては攻撃の手がブレている。ガド、私がそうであったように彼の記憶もきっと。ガド、私がわからないの？ガド、砕け死ね、巨神界の生命。我らのエンサの叫びを聞きながら。シュル君、モナドはまだ出せる？フィオル、いや、君は。たとえ肉体のほとんどを失っていたとしても、人であった時の心は消えない。あのフェイスにはまだそれが残っているわ。本当に？ええ、あなたに対する動きでわかるの。わずかに残っている彼の心はためらっている。カト、私がフェイスを制御しているエギルの呪縛を解きます。その時間を作ってくれる？ああ、やってみるよ。ライン、フィオルを援護する。え、行くよ。どう？さあ、2戦目と参りましょうか。ここからが本番になる。まずはシャドウは入れていきますか。よし、あっち向いた。チャンスいくよ。こいつは確かね、スパイクとかはないんですよ。崩した。テントコンボ行きましょう。気絶まで持っていきます。よし、次は防御下げていこう。ソードパイル入れちゃっていいかな。まだ続くよ。ヘッドスナイプ、まだ行くぜ。バックスラッシュ、だいぶ減った。ボンアッパー、攻撃技がない。どうしようか。ブレイブースター、まだ続くぜ。何がいいかな。シェイカイチ、ここでさらに次はシールドバッシュが入るね。まだ続くか、やることないじゃん。ヒールバレットかな。シャドウアイ、攻撃力上げときましょう。まだ続くか。ハンマービート、キュアバレットは意味ないか。まあいいか、打っときましょう。多少は防御が上がりますからね。状態異常対策をして。さあガド君どんな気持ちだい今。さあ気絶コンボどんどん入れていく。容赦なくね、このまま決める勢いでいきましょう。さあさすがにそろそろ起きれなくなっちゃいそうかな。オッケー。ガド座ってるだけ。今度はボーンアッパーでいきましょうか。さあうまくもう一周回ってくれれば。来た、2周目。まずはモナドバスターぶちかわしましょうか。これでなくなるんじゃない。シャラ体力なくなった。1戦目の方が強いっていうのもまた不思議な話だね。さあカウンセリングのお時間です。ウォータービーム。フィオル、さっきの君は？うん、彼、もう大丈夫。中身、こんにちは。すまない、カルナ。俺は。いいの、もういいのよ。こ
して戻ってきてくれただけで。エギルの支配下にいた時、分かったことがある。エギルは悲しみの連鎖を断ち切りたいと願っていた。たとえ今多くの血が流れようと、その先に新しい世界が訪れるはずだと奴は信じていた。だがその目的はいつしか変わってしまった。奴は単なる復讐者だ。エギル、行け、行くんだカルナ。二度と俺たちのような人間を生み出しちゃいけない。すぐ戻ってくるからね。それまでごめんなさい。喉乾いてるだろ、飲めよ。すまん。死ぬんじゃねえぞ。エギルをぶっ飛ばしたらその体見てやるからよ。ホームスのお前がか。とても医者には見えんがな。腕のいい医者知ってるんだ。マシーナのだけどな。ああ、待ってるよ。おい、お前名前は？ラインだ。そうか、ライン。カルナを頼む。この場面でもラインの服装がもしも上半身裸だったら決め顔で、なんだろうなそんな感じに映るんだよね。それがこのゲームの恐ろしいところだな。画面が肌色で埋まっちまうよ。思ったよりこの防衛機構が強いんだよね。違和感あるわ。そこら辺の雑魚キャラのイメージしかなかったんだけど。どうされた、予言官殿。嫌な予感がします。ビジョンか。いえ、ですが何かがおかしい。鬼神兵、攻めるでもなく守るでもなく、まるで最初からこの戦い捨てているかのように。バカな、ここは奴らの要衝だ。捨てるなどありえない。本国に秘めたる戦力でもあれば別だが。秘めたる戦力、まさか。殿下、シルクたちが心配です。ハウレスを一気お貸し願いたい。行くというのか。しかし何故。ビジョンではありません。ありませんが、私の勘が告げているのです。鬼神が目覚めようとしていることを。お、ファイナルクロスを覚えました。では早速だけどセッティングしていきますか。これフィオルン使えって空気だもんね。使いましょうか。じゃあファイナルクロス最大強化までできるかな。できました。強制転倒技は、超ハイテンション時のみ使える技。何抜こうかな。背面ダブルブレードいらないかな。よし、じゃあ行きましょうか。まあ、パーティーは戦う時に入れ替えればいいですかね。さあ、いよいよエギルとの決戦です。2回目ですけどね。なんかそこそこ時間かかったのか、なんか意外とあっさり終わったのか、まあ何とも言えない感じでしたが、エギル、エギル来たよ。この像を基準に考えるとね、随分エギルも小さく見えるんですよね。立派なもの立てちゃって。バーネアか。今まで何をしていた。エギル、なぜそうまでして巨神を倒そうとするの。私たちはあの戦いにも生き残ったのよ。全ての同胞と共に新天地を求めてもよかった。新天地って言うけど、この世界以外の場所って確認されてもないよな。モナドの輝きに焼かれた者たちの怨念、
それは永遠に言えることはない。死んだ者の仇討ちより生きている者の方が。いいえ、ヘギル、私はあなたに生きていてほしいの。あなたはまるで死に場所を探しているとしか。生も死も今の私にはどうでもよいのだ。この耳に残る同胞たちの苦悶のうめき、これを消すまでそれ以外の言葉は聞こえぬ。エギル、こんにちは。ついにここまで来たか、モナドの継承者よ。あなたが鬼神会盟主エギル。いかにも。そうか、我がフェイスヤルダバオトを降りた私と相対するのはこれが初めてか。たとえこの身一つだとしても、貴様などに遅れを取ることはありえないぞ。待ってください、僕は戦うために来たんじゃない。臆したか、ならばモナドを差し出して膝をつくがよい。あなたに下るために来たわけでもない。ただ僕は知りたいんです。ほう、一興だ。通ってみるがいい。この鬼神会帝都で僕はマシーナの伝承を見た。あなたが巨神と戦う気持ちは分かったと思う。だけどなぜ鬼神兵に巨神会に生きる者たちを襲わせるんだ。何がおかしい。僕たちだってこの世界に生きる命だ。ハイエンターやノポンとそうしてきたように、マシーナとだって手を取り合える。まあこれはあれなんですよね、構造あのシュルクたちもあのエーテルのなんだろうね、もちろん根源元素エーテルの塊であるからして、まあ体の一部みたいなもんなんですよね。確か勝利への手段であることがわかるはずだ。私は巨神界に生きる者に恨みも憎しみも持ってはいない。ただ同胞の命を奪った縁敵巨神の打倒のため、その力を削いでいるだけのこと、うん、どういう意味だ。まだわからんか。巨神界の全ての生命は巨神が己の餌として育て上げたものよ。え、この世界に存在する万物の根源元素エーテル、私の体もお前たちの体も。機械の体がエーテルっていうのは印象ないよね。作られたものっていう風に見えてしまう。どうしても、エーテルとは力。お前たちはその力の源。巨神から生まれた命はやがて死に、そのムクロは巨神へと帰る。我が鬼神とは異なり、巨神はその帰った生命の持つエーテルを糧として存在しているんだ。やがて目覚めの瞬間にはより大量の命を必要とするであろう。そんな、ふざけるな。ただの食い物だって言うのか。俺たちが、お前たちをそのように生み出したのは巨神だ、私ではない。じゃあ巨神界に攻め込んだのは巨神の力を弱めるため。いかにも。貴様らは打倒すべき敵に食われる小虫にも等しい存在。手を取り合えるなどと思い上がるな。思い上がりだって。あなたが巨神に奪われたマシーナの命を悲しむように、僕たちだって鬼神兵に殺された人たちのことを思って苦しくなる。その気持ちのどこが違うって言うんだ。何も違わない。確かに。だったら、なぜお前は私に問答を挑む。私は同胞の仇を討つために己の全てをかけてきた。お前はどうなんだ。決まってる。だから今日まで戦い抜いてきたんだ。ならば私を撃つがよい。言葉ではできんぞ。
ただ力のみがそれをなす。シュルク、ムカッパラは立つがこいつの言う通りだ。ああ、鬼神界名手エギル、マシーナの命も巨神界に生きる全ての命もみんな同じなんだ。それをあなたに分からせてみせる。さあ勝負です。ではパーティー入れ替えましょうか。まあ、最近出番のないキャラ行く？今度はじゃあカルナは欲しいんだよな。なしでやってみますか、試しに。苦労するかもしれないけど、リキとメリアでどうでしょう。装備大丈夫？大丈夫じゃなさそう全然大丈夫じゃなさそう。まあここら辺持たせて、装備防御力上げれる限り上げといた方がいいでしょうね。整えて、まあ、言うほど弱くないな、装備。意外と装備整ってましたね。これならいけるんじゃないでしょうか。そんな際立って弱いわけでもないっぽいし。じゃあ行きましょうか、これで。今回はこの3人で行きます。スキル、マジでこのタイミングで。こいつがこのエギルが転ぶ意味じゃないスロッと。名手の力。とりあえず横から、メリアもうやばい。まずこの周り倒すか。早くしないと。よし、オーディチェンス危ない。あ、しまった、モナドが入っちゃったよ。何来んの。大エーテルだ。おお、でかい。感想終わり。え、長い。ためすぎ。圧封印すごく食らいたくない。どうにかして止めません。せめて鎧だな。このままじゃやられてしまう。しゃあない、助けてくれません。回復してください。余裕ないです。よし、手を入れてきました。うっ、うわ、力まで封印されちゃった。マジか。うわ、アーツ封印してるからガードできないぞ。拡散ホーミング。うわー、アーツ封印解除されないかな。うわー、力に行った。あ、力ならやられないわ。でもなんかそのまま食らうのは尺なんだけどな。あ、来た。モナドは使えるんだ、アーツ使えなくても。じゃあ立てる。よし、来た、解除された。よし、結構減ったね。いけるぞ。うわー、想像した。入った。でかい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 。2回目はこいつら呼ぶんですよ。でかくて困っちゃうね。じゃあバックスラッシュ横か、これ。あ、正面向いてるかも。エレメント発射。そしてカムカム、カムカムで。うわ、続かなかったか。あ、モナドマスターで終わるんじゃねえのこれ。なあ、あれ、あ、終わったタイミングがよくわからんけど終わった。よしよしよし。アポクリファの影響下でなぜここまで。わかるはずだ、あなたになら。同胞を守ろうとする意志の力とでも言うのか。お前も同じか、バネア。巨神界の者に組みし私を撃つのか。自らの生存の権利すら捨てて。そうよ、それが私たちの運命なら喜んで受け入れるわ。それは里の者たちも同じ。生き残ったわずかな同胞ですら
私を裏切ったか。面白い。違うわ。里の者たちも私も戦いを止めたかっただけ。エギル、あなたと平穏で安らかな日々を送りたかった。ただそれだけなのよ。弱いことを虚心滅せずして我らに平穏は訪れん。冷めた状態で持ち上げるかよ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。来たか。金色の騎士兵。先の小虫呼ばわり、詫びるとし、貴様は私の全力を向けるにふさわしい相手であった。シュルクよ。さあ、2戦目です。ヤルダ・バオト戦。マシナに行くぞ。うん、なあ、またかよ。そういえばそうだったな。前回の僕は実は1ヶ月ぐらい空いてるんですけど、それだけゼノブレイの統合が空いてしまったことを意味しますが、うわぁ、果たしておる。おぉ、ちょっとどうしたの。こっち見ないでください。あ、メディアが、メディアがやられてるんですけど、ちょっとゲージがないから助けに行くこともできない。ブラッドバスターどれぐらい入る。おお、結構入るじゃん。メディア早く片捨てる。これ魔法攻撃か。いけや。あ、これはあれだな、メリアをちょっと助けるのを後回しにした感じになっちゃった。私、メリア方行ってくるかな。よし、あ、こっち向いちゃった。まだ、どっちでもいいよ、ここに。あ、イベントの方、メリアがなんか起き上がった。起き上がってガッツポーズしてるんだけど。どういうことだってばよ。カタストロフィーをやり過ごしたわけですかね。さあ、滅ぶがよい。シュルク。いや、ザンザよ。ザンザ。あ、シュルクを殺させはしない。お前は、その光、やはりそうか。思い違いであればどんなに良かったか。そうまでして身を挺してまで私の願いに異を唱えるのですか。我らと共にあるとおっしゃったあなたが、メイナス様。そうよ、メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ共に生きていきたいと願っていた。私にはわかる。メイナスと共にある私には、私は待ったのだ。あなたが再び目覚め、光に満ちた世界を作り上げる日を。なのにあなたは裏切るのだ。私を、あなたを讃え敬い、そして死んでいった同胞を。お願い、私の話を聞いて。エギル、聞こえない。もう何も聞こえぬ。あなたはやはり我らが縁敵の剣族。所詮神と人とは相入れぬ存在なのだ。メイナ、エギル。ここはすり抜けられるとは思わないんだけどね、未だに。さあ、鬼神よ、メイナスの代わりにこの我が身を、心を、お前の新たな魂として捧げよう。我が魂魄を取り込み、今こそ蘇れ、神よ。
こうしてみるとヤルダ・バオトって巨神のコアに、巨神じゃないか、鬼神か、鬼神のコアになるために作られたのかなっていう。メイナス専用の鬼神兵だったのかね。逃げるんだ、ここからこの帝都全体が消えてしまう。エギルがメイナスのため、メイナスを崇拝して、まあなんかあのあれか、いざとなったらみたいなことを考えてるかもしれない、ね、代わりに言ってたから。とにかくこの帝都の外へ、できるだけ遠くへ。ガード、どこへ行ったの、ガード。何やってるカルナ。ガードが、ガードがいないのよ。今は自分のことだけ考えろ。いやよ、ガードはどこ、ガード。しっかりしろ。今俺たちがしなきゃならないことを考えろ。鬼神が動き出したら巨神界はどうなる。でもジュジュやオダマのじいさんたちはどうなる。ガードだってホムスの戦士だ。あいつはあいつにできることをするためにここを離れたに違いないだろう。ライ、よし行くぞ。男前ですな。というわけで、まあ撮り直しでしたが、ここで一旦区切りたいと思います。ありがとうございました。